まるで石を蹴るように別れ話切り出すあなたにはいたわりの心も今はない。せめて訳を教えて口を出さず聞くから、一人愛を育てた自分が情けなくなりそう。にわか雨が止むまで部屋の隅にいさせて、それくらいいいでしょう。最後のわがままよ。まるで他人見るような消えた顔で私の身支度に背を向ける。あなたはひどい人。何のために今日まで耐えてきたの辛さに、こんな人を信じた自分が嫌になってしまう。町外れに着くまで窓の明かりつけてて、それくらいいいでしょう。最後のわがままよ。訳を教えて口を出さず聞くから、一人愛を育てた自分が情けなくなりそう。にわか雨が止むまで部屋の隅にいさせて、それくらいいいでしょう。最後の